ビーグル2号は欧州宇宙機関の2003年のマーズエクスプレスの一環として行われたが失敗したイギリスの火星ランダーである。ビーグル2号へのすべての通信手段は大気圏突入が予定された6日前のマーズエクスプレスとの分離の際に失われた。ビーグル2号という名前はチャールズ・ダーウィンの二度の航海に使われたビーグル号に由来している。ビーグル2号は オープン大学のコリン・ピリンジャーが、レスター大学と協力して推進した。その目的は、過去、または現在の火星の生命の兆候を探すことで、その名前は、ピリンジャー教授が説明するところの次のようなゴールを反映している。火星の古代の高原と北の平原の境にある大きな鎮石盆地内部の石里素平原内の北緯10.6度、成形270度の地点が、 着陸地点として選ばれた。ランダーは180日間の稼働が期待され、さらに1火星年にわたって追加のミッションを行うことが可能だと考えられた。ビーグル2号の目的は着陸地点の地質学、鉱物学、土壌化学、酸化状態、大気や土壌表層の物理特性の測定と火星の気象のデータの取得、生命の痕跡の探索であった。ピリンジャーは ビーグル2号の設計と製造のためにコンソーシアムを結成した。その主要メンバーと初期の役割は次の通りである。2000年、主要部分の開発がスタートし、イーズアストリアムがプログラム管理を引き継ぎ、レスター大学は打ち上げ後の管理や運用管理センターの運営を含むミッション管理を引き受けた。プロジェクトを宣伝し、金銭的支援を獲得するため、設計者は、 イギリスの芸術家からの承認と参加を求めた。ミッションのコールサインは、ロックバンドのプラーによって作曲され、着陸後のビーグル2号搭載のカメラと分光系の構成に用いられる標的プレートは、現代美術家のダミアンハーストによって描かれた。ランダー運用管理センターは、レスターのナショナルスペースセンターに置かれ、ここで宇宙船が制御され、センターを訪れた講習も見ることができる。 運用管理センターには、ビーグル2号を制御する管理システムや、遠隔操作のための分析ツール、活動の順序を決めるための仮想現実ツール、通信システム、地上試験モデル等がある。GTM は、ビーグル2号のいくつかの構成部品と一通りの電子部品からできている。GTM は、機体技術とソフトウェアの正当性を立証し、着陸動作を事前に繰り返し練習するために、 ほぼ休みなく利用された。ビーグル2号には着陸後に使われるペイロードアジャスタブルワークベンチというロボットアームが取り付けられている。パウは1体のステレオカメラ、6マイクロメートルの解像度の顕微鏡、メスバウアー分光計、X 線分光計、岩石サンプルを収集するドリル、スポットランプが備えられている。岩石サンプルは、その後、ランダーの本体にある。 質量分析機とがスクロマトグラフィーにかけられ、炭素の同位体の組成が分析される。炭素はすべての生命の基礎であると考えられているため、これによりサンプルの中に生命の痕跡が残されているかがわかる。さらに、ビーグル2号は小さなモグラが備えられ、ロボットアームによって展開された。プルートは圧縮されたバネの機構を持ち、火星の20メートルメートル毎秒で動いて、 穴を掘り、頂上の空洞に地下のサンプルを集めることができる。ランダーにケーブルで繋がれており、これによりサンプルをランダーに回収することができる。ランダーは直径1メートル、深さ0.25メートルの浅いボールのような形をしている。ランダーのカバーは蝶子外で繋がれており、折りたたまれるように開いて内部に収められた UHF アンテナ。 長さ0.75メートルのロボットアーム、化学実験機器等が露出する。船体には他にバッテリーや通信装置、電子装置、プロセッサー、ヒーター、その他放射線センサーや酸素センサー等のペイロード機器が入っている。蓋部分には円盤系の4つの太陽電池がついている。ランダーの荷物は 打ち上げ時の質量は 69kg であるが、着陸時は 33.2kg である。地上部分は、スコス2000として知られる餌のソフトウェアカーネルで、動いている。低コストを実現するため、制御用のソフトウェアは初めて、ラップトップコンピュータで動かすこととされた。マーズエクスプレスは、2003年6月2日17時45分に、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。 ビーグル2号は、マーズエクスプレスのオビタの長部デッキに取り付けられた。2003年12月19日8時31分、火星へ向けた弾道軌道飛行の途中で、ビーグル2号は放出された。ビーグル2号は放出後、惰星で6日間進み、12月25日朝に2万、キロメートル毎時以上の速度で、火星の大気圏に突入する予定であった。ランダーは、 イーズが開発した、剥離素材である、ノーコートで覆われた、ヒートシールドで、突入時の熱から保護された。火星の大気による圧縮と熱いガスからの放射は、最高でーズパスファインダーが経験した、熱流束に匹敵する、約100ワット、平方センチメートルの加熱率になると推定された。火星の大気によって減速された後、パラシュートが開き、さらに200メートル上空で、 大きなエアバッグが膨らみ、着陸時の衝撃を和らげる。着陸は12月25日2時45分頃を予定されていた。着陸後、エアバッグはしぼみ、ランダーの上部が開き、翌朝、ビーグル2号が着陸に成功し、最初の夜を越せたことを確認するために、マーズエクスプレスに向けて信号が発信されるはずであった。その後、ステレオカメラで、 着陸地点のパノラマ画像が撮影され、ロボットアームが伸ばされ、アームはサンプルを収集し、モグラがランダーの周囲約3メートルを動いて、岩の下の分析用サンプルを収集することとなっていた。イギリス政府は、ビーグル2号に2200万ポンド以上の予算を費やし、合計4400万ポンドの残りの費用は民間から集めた。ビーグル2号は、 成功裏にマーズエクスプレスから放出されたが、着陸成功の信号は送られてこなかった。この信号は、2003年12月25日、ビーグル2号が2001年に打ち上げられ軌道上に、あったアメリカ航空宇宙局の2001、マーズオデッセイとの交信に成功した時に発される、はずであった。翌日から、ジョドレルバンク天文台は、ビーグル2号からの信号を捉えられなくなった。 2004年1月から2月にかけて、マーズエクスプレスでビーグル2号と更新を試みる努力が続けられた。2004年1月7日に最初の試みが行われたが、失敗に終わった。ビーグル2号は、マーズエクスプレスが頭上を飛ぶ位置に来るようにあらかじめプログラムされていたため、1月12日には一時、通信の期待が持たれ、また2月2日には、 自動通信のバックアップモードに切り替わることとなっていた。しかし、ビーグル2号との通信は一度も確立されなかった。2004年2月6日には、ビーグル2号の運営委員会からビーグル2号の創出が宣言された。2月11日には、エサがビーグル2号の失敗についての審問を開くことを発表した。火星ミッションの失敗は珍しいものではない。 2010年時点で38回の打ち上げが試みられているが、そのうち成功したのは半分の19回である。詳細は火星探査を参照のこと。なお、ビーグル2号のミッションは失敗に終わったが、ビーグル2号を火星に運んだマーズエクスプレス、オービター自体は成功であった。MRO が発見したビーグル2号2005年12月20日、ピリンジャーは、 ビーグル2号が着陸地点の石ディソ平原のクレーターに落ち込んでいることを示唆するマーズグローバルサーベイヤーの画像を公開し、この不鮮明な画像の中で黒い反転が最初の衝突地点であり、ビーグル2号はしぼんだエアバッグで取り囲まれており、太陽電池が開かれている様子が映っていると主張した。しかし、マーズリコネッンスオービターのヒリセカメラも2007年2月に、 この地域を観測しているが、クレーターの中には何も映っていなかった。2015年1月16日、NASA のマーズリコネッサンスオービターの撮影した高解像度写真から、ビーグル2号の着陸場所が特定されたと発表された。それによれば、太陽電池パネルの部分展開までは行われており、降下、着陸シーケンスまでは正常に行われていたことが確認された。しかし、 太陽電池パネルを完全展開できなければ通信アンテナが使えないためこれが通信途絶の原因となったと考えられる2004年5月ビーグル2号の審問委員会による報告書が餌とイギリスの科学大臣に提出された当初報告書の全文は主費のために公表されなかったが19項目の勧告の一覧は公表された餌の科学部長である デイビッド・サウスウッドは失敗の原因について4つのシナリオを提示した。2005年2月、庶民委員の科学技術特別委員会のコメントを受け、報告書は一般に公表された。レスター大学は独自に失敗の原因について考察した報告書を教訓のパンフレットと共に公開した。ビーグル2号は2007年の映画。 トランスフォーマーの中で NASA のジェット推進研究所の火星探査者として描かれている。Facebook アプリのゲーム、アサシンクリードプロジェクトレガシーの第一章、ビーグル2号が詳細不明の組織や無所属のスパイの共同所有となっている。ありがとうございます。